未来圏が挑む新たな技術、実現すれば世界が変わる。未来の入り口ちょっと覗いてみよう、アイマス未来予想図。今回紹介するのは、究極に薄くて機能するセラミックスのナノシートの研究について。ナノシートとはミルフィーユ状のセラミックス結晶を剥離させて作った分子レベルの厚さのシートのこと。厚さはわずか1ナノメートル、原子1個分から数個ほどの厚さ。異なる特性を持ったナノシートを積層したり分子と組み合わせることにより望みの構造を実現した様々な機能の材料を作ることができる。セラミックス結晶の作成方法は様々あるが、一般には1000度以上での焼成が必要だ。しかし今回紹介する研究室での作成方法は大変ユニーク。室温でビーカーの中で混ぜ合わせるだけで血管のないナノシートを形成できるんだ。そしてこのナノシートは新しい材料として非常に注目されている。今回の研究で着目したのが蓄電デバイスのキャパシタ。通常多くのエネルギー量を必要とする場合は化学反応を使うリチウムイオン電池が用いられる。対して融電体を使ったキャパシタはプラスとマイナスが瞬時に分かれるという物理現象を利用しており、充放電の時間がとても短い性質を持っているけど蓄えられるエネルギー量が少なく開発が遅れていたんだ。でもキャパシタは薄いほど容量が高まるという性質を持っているのだ。そこでナノシートの出番というわけ。細田教授らの研究グループはニオブとカルシウム、ナトリウムを含む酸化物を使って新材料を開発。その結果従来の10倍、世界最高のエネルギー密度を持ったキャパシタの開発に成功したんだ。充放電時間はわずか数秒、短時間で大容量、そして小型とまさに未来を担う蓄電装置といえる。ではここで長田稔教授本人に今回の研究について聞いてみよう。ナノシートの優れた特性を使うことで世界最高のエネルギー密度を実現できました。たった数秒で充電できて数日間使える電池ができるかもしれません。例えばこのスマホ、いろんな部品でできてます。電気を蓄えるコンデンサーであったりとか、あとはそれこそタッチパネル、全てナノシートで作る、そんなことが一つの夢です。高価なものを使えば新しいものができるっていうのは事実ですけども、その一方日本っていうのは資源になかなか富んでない国です。小資源で新しいものができるっていうのは新しい技術になるんじゃないかな、そんな夢に向かって学生とともに頑張っています。エネルギー問題や年々加速する半導体の微細化集積化にナノシートを用いたキャパシタの存在は欠かせないね。ではまた次回。